はい、ラッキーゾーン動画今日も始まるよ。レイボーイエーイ。久しぶりに、雑談、お題は何話す、舞台裏トーク、楽屋トーク、イエーイ。じゃあ、人生の中で一番これが恥ずかしかったのを聞きましょう。恥ずかしい、思い出したら恥ずかしい。 いいよ。そんなでもパッチ思い出さない。じゃあ一生忘れられん話。何鉄板ネタやん。結構さ、小学生の時ってさ、幼稚園一緒やった子とか、なんか家族ぐるみで、なんか遊びとか、あの植物公園地、あれや、大好きそこうち、めっちゃ大きいとこ、で、私そこでめっちゃ恥ずかしい思い出2個あるんよ。じゃあ、自分的に、じゃ下の方から行くけど、どっちともトイレ関係ないよ。子供の時ってさ、遊ぶともう楽しすぎて、ずっと遊びたい。トイレに行く時間さえもチーム、でも相当しっぽの方に行きたくて行きたかったけど、多分もうまあ限界まで我慢するやん。まあまだ行けるやろ。そう、まだ行けるやろ。でもまあ無理やなって多分なったと思うね。でトイレに向かいました。でトイレに向かってドア閉めたらさ、もうドア閉めた瞬間の安心感そのなったまま出た。すげえな、それ。え、どうしたんですか、そんなの。え、どうしたんやろな。もう心めっちゃ痒くなったの覚えてる。これは多分乾くまで置いといたからさ、言うんじゃない。いや、だけどでも言ったんじゃない。ズボンやった。ズボンやった。うわー、最悪やん。でな、しかもな、スウェット生地とかやった気がする。割と目立って、そうグレーとかでも違う。なんかこの色やった気がする。あ、コーンセーフの色やった気がする。で、それを親に言ったからはもうちょっと覚えてない。で、その後どうなったかも覚えてない。そこで衝撃が、もう衝撃すぎて、あ、でもう記憶は終わってる。へえ、待って、それで下の方がそう、うわ、ってなったらさ、もうさ、やべえやろ。あ、ダイそういうこと。私の次はダイ。でもそれ相当面白いんよ、自分で言うけど。その植物公園めっちゃでっかい滑り台、相当大きい。あのそう、そこ滑りよって、まあ多分それもまたうっこに行きたかったけど我慢してたよね。それしかもうないよ。でもう我慢できなかったのが多分もう登り終わったところだと思うよ。もう滑るしかないよね。うんこが出たまま。違う違う、だけどそれを多分私滑りながらうんこしたんやねんから。いやこれ、でもそれめっちゃ覚えてるよ。滑りながら漏らしたと思う。滑ってる開放感とともに。そうそうそう。だけど出とるまま親には多分言えんかったよ。その時は覚えちゃう。言えんかった、その時に。いや、私もう、あの匂いで分かるくない。そうなんよ。いや、だけどその車の中では多分潰れてるやん、もう。ねえ、やだ。こうなってるよね。なってるやんか。乾燥したらさ、別にさ、匂いってちょっとさ、さ、まあ乾燥するんだけど、そんぐらい遊んだんかな。そこから落ちたんじゃない。落ちたんじゃない。帰って見たの覚えてる。じゃあ、ついちゃったね。でもそれがもう未だに忘れられん、そのなんか映像が。こうやって脱いだね。めちゃってすぎた。でもそれが本当に人生で今、一番恥ずかしい。思い出してる。こうなんて呼んでやってくれ。今度からね。あるわ。あるよ。あるわ。あるわ。私お酒すごい大好きなんですよ。飲んでよく酔っ払ってるんですけど、大学生の時サークルとか友達とかとこうよく飲み会をやってて、私の誕生日の時にサークルの友達の間で誕生日のお祝いしてもらって、まあ、みんなからプレゼントっていうので結構ふざけてこう下着とかあげたりするやん。でその時もらったのがシースルーのすっけすけの
ショッキングピンクのランジェリーをもらったりね。パンツとあのキャミみたいな、あのレグリジェみたいなやつをもらって、でその時ジャージで行っちゃったんやけど、ジャージの上からねパンツとレグリジェを着て、ありがとうとか言ってそのまま飲み寄ったんよ。で皆さん私のことをご存知の方は分かると思うんですけど、まあ私酔っ払いすぎると記憶がなくなるんですよね、うん、まあその日も案の定結構飲んで、パッて目が覚めたら自分の家で寝とったんよ、うん、パッて自分の部屋で見たらその飲んでた時のまんまの格好で寝とったよね。ジャージの上にショッキングピンクのショーツとネグリジェのまんま寝とって、あ誰か送って帰ってくれたのかなって思って、でまあその時一緒飲んでた友達にまあ俺言っとこうと思ってこう電話して昨日ありがとうって送って帰ってくれたやろって言ったら、はみたいな、あんた自分で帰るって言ってタクシーとか乗るって言ったら、いや歩いて帰るって言って出たよって言われて、その友達の家からうちの家まで国道沿いをですね、2、30分、全部で4車線ある車道を、多分その格好のまんま、バンバン車が走る国道沿いをふらふら、あの酔っ払いの女が歩いて帰っていたらしい。まあでも記憶にないけいいかなって思うけど、ちょっとこの3時を迎えて思い返したら、まあ恥ずかしい。ちなみに未だにその、あれあるわ、ネグリジェ、家で買わないよ。マスター、私が怪我したのっていつでしたっけ？あれ、去年やん。最近あの、ラッキーの女の子は知っとると思うけど、私あの、ここに傷があって、今も残っとって、若干残っとって、なんで傷ができたかって、電車降りて、メガネがあるんだけど、メガネこれをかけとって、あの駅の方も何も考えずに歩いとったら、バンって柱にぶつかってメガネで切ったっていう話なんで？なんで？私な、ずーっと考えとって思い出したよ。なんで私柱にぶつかったかって、アニメとか好きやんか。その時、超コスプレにハマっとって、コスプレをめちゃくちゃ好きな人が、大分のギトンって話を聞いて、しかも湯布院に行ってるって、タイミング的に私湯布院の方の電車ですから、もしかしてあの人がこの電車に乗るって思って、でも降りなきゃいけない駅やったんですよ。探しながらずーっとこうやって降りて、でずーっとホーム出て駅の電車の窓をずっと見よったら、気づいたらつかめあ、だけホーム向いて歩きよったから、え、で結果その人は見つけられた。もう見つかったらもう一回乗ってからサインもらいに行こうって思いやったのに、まあ見つかってからの怪我やったらまだ、そうそう、もう私血だらだらでも流しながらでも行っとったけど、メガネも壊れた、壊れました。2代目ね、ちょっと大トリになってしまう。ねえ、さあ、それはずっと考えたけど、マジで何も思い浮かばん。やばい、それマジで何も思い浮かばん。あ、恥ずかしかった話あるわ。トラウマレベルのやつよ。中1か、あれは中1の頃に彼氏がおったよね。で、めちゃめちゃ、まあ、大好きな彼氏とさあ、デートに行こうみたいで、電車を乗り継いで終えたいくらいで、そこからバスに乗って和田に映画デートかな、いい中学生がね、そう、分かる人だから、うち手当てめっちゃやばいんですよ。知らん。その冬やったんですよ、それ。その大分駅からバッタン行きのバスに乗っちゃう時に、一番後ろに座っちゃって、隣に好きな人って女にしちゃったら、彼氏がなんかこうスッて手を握ってきたわけです。あ、映画館のあれやん。いや、まだバスの中や。バスよ、バス。うちその時手汗マジやばかったもう本当にやばくて、でもなんかその時は気使ってくれたんか、その繋いだままで追ってくれたんですよ。バスを降りたらパッて離して、え、なんかお前手汗やばくないみたいな。中学 の、まあ、その元カレ、今も結構連絡取ったりするんですけど、まだその手汗のいじりしてくるんですよ。いやいや、もういいんやけど、ネタとしてもう今はいいんやけど、めちゃめちゃ恥ずかしかった、あの時うち。あれ恥ずかしかったな。手投げよ、かわいい。中1で、もう
知る。今男の子になんかそういうあれを求めるのかな。今の頭手汗に。いや。手汗はやばい。やりかしなさすぎんそれ。それはトラウマ。それはいや、確かに。本当に。そんなわけで、今日はみんなのちょっと恥ずかしい話を暴露してみました。高評価とチャンネル登録の方でよろしくお願いいたします。というわけでゲームセット。バイバーイ。出てくるね。もっとあるよ。出てくる。もっとあるよ。思い出さないよね。本当にいや、うんことしっこのネタ量もっといや、できれば。いや、こっちの下の方は結構あるから。下の方いきなり最初からめっちゃ。本当にそれしかもう思い出せんぐらい恥ずかしい。